ただいまより2022年ジュニアカート選手権 FP ジュニア部門東地域第1戦暫定表彰を行います。お名前呼ばれましたドライバーは表彰台の横でダンロップのウィナーズキャップをお受け取りの上ご登壇ください。それではご紹介いたしましょう。 FP ジュニア見事優勝、カーナンバー33番 BMAX レーシング松井沙羅選手、おめでとうございます。続きまして第2位カーナンバー44番三ツ貞 PWG レーシング酒井龍太郎選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー34番 HRT ウィズカローラ新茨城 CSI レーシング岡澤圭吾選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。それではまず3選手には日本自動車連盟 JAF 様より盾が贈られます。続きまして3選手には主催者賞といたしましてトロフィーも贈られます。また対外サプライヤーであります住友ゴム工業株式会社様より優勝されました松井選手にドライタイヤワンセットが贈られます。また1位から3位のドライバーに副賞が贈られます。続いて茂木町賞です。ご協賛いただいております茂木町様より3選手には闇染まい 2kg が贈られます。おめでとうございます。失礼しました、お米の詰め合わせセットが贈られます。それではフォトセッションへと移らせていただきましょう。まず3選手足元の盾をお持ちください。はい、それではにっこり笑ってくださいね。3番手の岡澤選手はちょっと悔しそうかなという表情を見せておりますが、酒井龍太郎選手は満面の笑みでございます。カメラをお持ちの皆様よろしいでしょうか。はい、では一旦盾を足元に置いていただいて、はい、続いて松井選手、真ん中左側のボード、はい、それをお持ちください。ダンロップ賞の記念撮影です。松井沙羅選手にはドライタイヤ1セットが、そして1位から3位までのドライバーに副賞が贈られます。はい、おめでとうございます。それでは続いてトップ2のドライバーに茂木町賞は贈られますので、はい、ボードをお持ちいただいて、お米の詰め合わせセットです。おいしいお米召し上がってもっともっと大きくなってくださいね。はい、茂木町賞のフォトセッションです。よろしいでしょうか。それでは改めてご紹介しましょう。 FP ジュニアクラス開幕戦見事優勝、松井沙羅選手、第2位酒井龍太郎選手、第3位岡澤圭吾選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。